こんにちは、素直サイズなおです。今回は KFS ショップさんから訳ありコットン8玉セットを購入しました。1,2,3 4つはすでに入ってきますよって分かっていたもので、残りの4個が何が入ってくるか分からないというものでした。一応これはソールドアウトになってたけど入ってるもので、ドライが入ってました。こっちの3つは本当に分からなかったけど、私の買った8玉セットにはこの8玉が入っていました。今年のコットンが出た時に自分で気に入ってこれとこれは買ったので持ってるんですけど、残りの他の色もやっぱり実物は可愛いです。写真で見てるのと色が違って、どれも何を作ろうかなって楽しみになるコットン糸たちです。で、今回訳ありという、何が訳ありか知ってる人はいっぱいいると思うんですけど、この帯の糊が毛糸にくっついてしまっているという覗くと、ここにくっついちゃってる。こんな感じですね。これを取る取り方を KFS ショップさんのブログの方でも紹介していて、私も試しにやってみたんですけど、こんな感じに帯がボロボロってなっちゃってしまいました。なってしまいました。で、帯もきれいに取っておきたいっていう人もいると思うんですね。で、糊って温めると柔らかくなるっていうのかな、ペロッと取れるんですよね。で、試してみたところきれいに取れました。帯がね。で、もう一個試してみて、それも綺麗に取れました。あ、取れました。なので、帯は取れたんですけど、コットン糸の繊維の中に入っちゃった糊までは取れないんですけど、どこだったか分からなくなってしまった。あ、ここだ。こんな感じ。
繊維の糊は残っちゃうんだけど、帯から毛糸をきれいに剥がすっていうのは簡単にできます。それをご紹介します。こちらで紙と紙の糊はすぐに取れるんですけど、多分取れないかな。取れますね。取れるんですけど、毛糸に結構べったりついちゃってるみたい。これをどうするかというと、何を使うかというと、ドライヤーです。ドライヤーの温風を当てて剥がします。この部分に。取れました。この部分が糊ですね。白いの。でも帯からきれいに毛糸が取れました。裏側はお見せしない方がいいと思うので、おっと、でこの部分ですね。ここです。この辺に糊がついています。これは ぬるま湯を使って取っていくのかな。真剣です。ちょっとだったら取れそうなんですけど、ここみたいにすごくしっかりついちゃってると、本気よく帯からきれいに剥がすというのは、ドライヤーの熱を当てると簡単に取ることができます。今回は購入品と糊の
取り方、途中までですが、ちょっとでも参考になったらいいなと思います。最後まで見ていただきありがとうございます。終わり。